今回は少し変わった検証をしようかなと思いまして、皆さんはローラーをどの位置につけますか？え？って思う方いるかと思いますが、今回はローラーがついているこのプレートを取り付け位置を変えることで走りにどのような影響を与えるかを検証していきたいと思います。ギアに関しては現在シャーシに直接ついた形になっているので、 FRP マルチワイドリアステイを使いましてローラー位置を変えていきたいと思います。このローラー幅のことをローラーベースと言いまして、現在セッティングしていますこのローラーベース、タイヤとの距離を狭めていますが、現代のミニ四駆だとこのセッティングがトレンドで、コーナリングの際にマシンが寄りかかる面積が少ないので摩擦抵抗が少なくなりタイムが上がるとされています。それとは逆にローラーベースが広いマシンは寄りかかる面積が増え安定した走行となるためコースアウトしにくいことが予想されます。ローラーベースの考え方としてもう一つ、ローラーをよりフロント側に持っていった場合、コーナリングの始動を早めることでマシンそのものはコースの中でも特に内側に向かって走ることになるので最短距離で走行できます。だから僕個人の考えとしてはこのセッティングが一番早いんじゃないかなと思ってるんですけど、今度はローラーをよりリア側に持っていった場合、よりマシンがフェンスに食い込むような形になっていくのでアウトコース寄りに走ることになりますが、おそらく安定性が増すのではないでしょうか。それではローラーベース4つのパターンを検証していきましょう。はい、本日の動画以上となります。結果としましてはローラーをフロント寄りに出すということで今回参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、以上ミニ四駆マスターでした。